中、一番ボタンを押してくれなかった方はもうおしまいでございます。で、3名で喋ってもらいます。続きを。さあ、結果出ました。さあ、一体誰が脱落するんでしょうか。こういう結果になります。お願いします。おー、陽道さん、吉井さん、稲田さん、おめでとうございます。マジか。新山さん、残念。振りの新山だ。振りの新山ももう死んじゃいました。俺なんもなくなったよ。さあ、吉井さん、はい、2点差、もう全然逆転できます。はい、もうでも怖い話は別にセコテではないんです。誰も言ってないじゃないですか。誰も言ってない。もう一回振りまいとかんと。怖い話は別にセコテでもなくて、こういう続きが気になる話をただしてるだけなので、それがなんかこいつこっすいなとか思うの時は本当やめてください。思ってないよ。ネットとかで、はい、SNS とかで、はい、あいつセコテやなとか、芸人目指してなんでその話してんねんみたいな、そういうのじゃないと。じゃあ新しい格好。一緒の角度。いろ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 。振りの新山、前線するもここで脱落。勝ち残った3名中上位2名が決勝進出。点差を離されている稲田、巻き返せるか。まずはいきましょう、京道さん。ですか。はい、最初からまたお願いします。先ほども言いましたけど、ロケでいろんな人と出会うんですけど、学生さんがザーって撮ってる中でほんまにもう泣いてると思うんですね。もうぐらいうわーってなってる人がおって、怖い怖いってなって、で、まあ、とりあえずあのインタビュー終わったからもうすぐ行きましょうってディレクターにこういう風な感じで持ってもらって行こう思ったら、ひょうさんひょうさんって来て、なやお前言うて、なんかもうやられる思ってるから、なやお前言うたら、滑らない話で俺の話してくれたって言うんですよ。で、うんってなって、何のことかなって思って昔つまらない話に出してもらった時に、あの飛び込み屋でラーメン屋さんに入ったんですっていう話をしたんです。入った時にもうお客さんもギリギリやったんで、僕ぐらいで一人カウンターに一人座ってて、カウンターもなんか U 字のようなカウンターで、ここがオープンキッチンで、でここで作ってなんか持ってきてくれるっていう、その U の一番このプリンってなってるここにこう座らされたわけです。でもう一人はね、この U の始まりみたいなところに座ってあるんです。で、なんやろなぁ思って、何しはります、何が美味しいですか、何でも美味しいですよってガラガラのおばちゃんに言われながら、そうですよねとか言うて、まあ大阪ですからね、そんなやり取りがあるんですよ。ほんならカレーつけ麺っていうのがあって、これ美味しそうやな、でこれ美味しいんですよね、美味しいですね、これお願いしますって言って注文して、で作りに行きはって、でわーってまあいろんなメニュー見てたら、あのメインブラックっていう名前の醤油ラーメンみたいなのがあって、大阪っぽいなぁ思って、醤油ラーメンやろなぁどうせ思って、でまあ見てて悩がしてて、ほんならまあそのカレーつけ麺来たんです。でそれ食べよう思って、わぁ食べたらめちゃくちゃ美味しかった。これめちゃくちゃ美味しいやん、今度またこうよく今まで知らんかったなぁと思ってたら、急にね、僕からバーンって正面にオープンキッチンがあるんですけど、そのオープンキッチンの中から店長らしき人がバーッと入ってきて、周りのバイトみたいな人がどうでしたみたいな、え何の話してんのこれみたいな、音立てたらあかんのかな思って、なんかスワンとかガーッて垂れてたのなんか緊迫してるやん急にってなって、今度は店長が急に空見ながら、今の電話でこの店閉店すること決まりましたって言ったんですよ。で俺、え嘘やろってなって、これから来よう思ってたのにと思って、ほんでなんかドラマみたいなのが始まってるんですよ。俺カレーつけ麺食いながら前で、マジですか店長みたいな、そや閉まることになったみたいなやり取りしてて、その店長が、僕どんなことあってもあのまた店自分でやってみます、今回オーナーが閉める言うたんで、僕今回本当にこのカレーつけ麺とメインブラック、この2つで俺も頑張りますみたいな、あメインブラック主力やったんや思いながら見てて、ほんならここに座ってたこれ常連さんやったんです。結果その常連さんにいきなりパッて店長がそっち見て、僕今度新しい店だったら常連やったあなたに一番に来てほしい、電話番号教えてください、一番に連絡しますって言った時に、その常連さんがええわって言うんですよ。俺びっくりして置いたんですよラーメン、ええのってなったんですよ、ね、ほんならそのまさかの答えやったんですね、その店長ええのがまさかの答えでバグってもうて、急にウォーって動いて、この U の字の俺のここにサーッと走ってきて、俺に向かってサインくださいってわけのわからないんだよ。なんでサインやねん今言うてっていう話があって、それをしたんです滑らない話で。ほんだらそれをやって放送された時に、その店は閉店してたんです。もう
でも閉店したその今でいう X ですかね、その当時だツイッターがなんかものすごく動き出してると。ほんで何やと思って見たら、今滑らん話で兵藤がやってるお前の店ちゃうんかみたいなのがドゥワーコメント来て、お前頑張れよ店ちゃんとやれよ兵藤も言うとるぞみたいになって、よし俺頑張るぞって言うて店を作ったらしいんですよ。やっと店出せたらしいんですよ。それがその学生街のところのラーメン屋さんを出店したんです、うん、そこに俺がロケ行ってたからもう伝えなっていうことでもう涙流しながらあなたのおかげでやったんですよ。俺知らんから刺されるってしかないんですよほんでそれを説明して、あの時ラーメン屋で俺がいろいろ言うてくれたから俺頑張って店しましたって言うから、で俺はほんまにロケで次行かなあかんかったから、あ、ほんと行くからな、分かった分かった行くからなって言うて別れたんです。もう別れた直後からもうその俺出来事忘れてもうてるんです。次思い出すの半年後なんですよ。たまたまねカレー食べてた横で娘がラーメン食ってたから、ちょっと麺くれや言うてラーメンに絡めて食べたら、カレーのラーメンってうまいなと思った瞬間に、あいつにどこ行ってへんってなってあいつおったわ思って、うわごめんほんまにごめんってなって、もう混んでええねんお前はアホやな言うたら、あれ店長ちゃいますよって言われて2回しか会ってないから、その犯人が僕見て、うわぁ稲田さん